山形市は県内で見ると決して多雪地帯ではないがかなり降る時もある1981昭和56年1月8日には積雪が1 1 3センチにも達した同市の1位の記録になっている当時の様子をご記憶の方もいるのではないか 国鉄の列車は運休が続出し3学期に入ったばかりの学校は臨時休校が相次いだスケート場の屋根が落ちたりもしたそもそもは前年のクリスマス寒波が大きかった豪雪で道路が大渋滞し帰宅が極端に遅くなってクリスマスケーキがイブに間に合わなかった話もあるさて コントはというと昨年のクリスマスあたりこそ市内で積雪43センチに上り驚かされたがその後は落ち着き最近はゼロの日が続くちなみに42年前最も多い積雪を記録した年の1月17日時点を見ても90センチほどあった差は大きい 除雪経費も助かか。っていいるのではないか山形市によると、昨島は豪雪で一斉除雪の回数は計11回と極めて多かったが、今冬は12月が2回で1月はゼロ、昨島よりおとなしい状況にある。県内では多くの地域が一ころよりは落ち着いているようだ。 大を控え寒波予報が気になるがつかさどる神様よどうか穏やかに」。